の西明日香です。はい、ローダンスの田中真奈美です。はい、ローダンスの内山由美です。ローダンスの遠山奈緒です。はい、はい、ということで、うん、今京都のですね、高録、うん、昼の部が終わりました。いやー、楽しかったね。360度皆さんに囲まれながらという、すごい、みんな会場初めて、確かに、1年ぶりに同じところでやらせていただきました。全然雰囲気が違うよ。そうだね。もうそんな中で高録をやらせていただいたんですけれども、はい、もう今ね、私たちが手に持っているこのグッズたち、はい、とっても可愛いと思いませんか、思いませんか、思いませんか。さっきと言ってること違うよ。いっぱい入るポーチも、ね、あるし、いい、ね、すごい可愛らしいタオルとか、なんかこうカタカナでローダンスっていうのがまたこうちょっと新鮮だよね。そうなんだよ、ね、ちょっと懐かしい感じのデザインで、ね、そうレトロな感じします、ね、駄菓子っぽい、はい、もうこちらはですね、会場の方で販売しておりますので、うん、あの東京の方でもね、うん、販売しますので、うん、ぜひお手に取ってみてください。はい、と、はい、いうことで、うん、夜、そうだ、うん、何だい、何だい、あの犬フェス楽しいだなって。そうだね、私たち、うん、はい、ローダンス犬フェスに、うん、2にね、うん、参加させていただくことになりまして、うん、なのでもう高録も頑張りますし、うん、この先の犬フェスに向けて、うん、ローダンス一度頑張っていきたいなと思っております、うん、はい、ね、ちょっとどうする、うん、犬フェスで、うん、こっそり、うん、振りがね、フリーのところがあったら、振りがフリー、振りがフリーのところがあったら、もうぜひともね、今日高録でやってたようなこのステップをね、みんながね、やりたいって言うなら、まあ、OK しちゃおうかな。本当だった。新しいこのステップ以外のもう一つ振り付けができましたよね、うん、そうですね、それはちょっと上級者編なんですけれども、はい、あのちょっとじゃあ失礼して、プロ、今までのが、うん、こういうやつ、そのさらに最上級になると、ともうね、まぐろ、まぐろ、怖いよ。だってここに生肉あるんだよ。シェイクされてる、シェイクされてる。でもすごい大人になる。そうなんです。はい、どういうことだいそれは。大丈夫かけて、本当にまだまだ皆さんにお会いできる機会があるっていうのは、そうですね、本当に嬉しいことなので、また、ね、はい、引き続きローダンスの方よろしくお願いします。バイバーイ。